ザクシーが立って、かくっても大丈夫なの？ザクザク、肩が赤いようだが。令和最新版 C 型。ガンダムセンチュリーの頃はザクバズーカで核弾ぶっ放してたのに。こんな普通なザクがかくって大丈夫なの？でかい盾とかついつい仮装甲はいらないのかい？宇宙空間だと大気がないから爆風は起こらないし、もともと宇宙船という放射線みたいなものがある環境で活動しているから対策も取られているだろうし、よほどの近距離で爆発させない限り結構大丈夫なのでは？コロニーに核攻撃するための装備だから大丈夫。コックピット周りに放射線防止用の減速剤が追加されてる。防核取っ払ったのが F 型じゃないのか。大正解。MS って動力源は安全なの？第1話で結構な爆発してたけど。アイフィールドで保護されてるから放射能汚染ならあんまり問題はない。爆発がすごいのはプラズマ化した燃料等が爆発してるから。誘爆しそうな被弾している MS を盾にして銃撃を避けてる0080冒頭のズゴックは勇気あるな。サイサリスの分厚い盾見るとね、乱戦で核ぶっぱしたら戦艦に収容する時の除染とかどうすんのとか思う。戦術核レベルなら本来大げさな対核装備いらない。サイサリスの盾は戦術核レベルじゃないから必要。サイサリスとかもそうだが、別に核兵器運ぶのに特殊な装備いらんやろ。 GT-02 は明らかに核弾頭を装填してるだけなのに、なぜか方針からはビームみたいなのが出る。 GT-02 の核バズーカはメガ粒子入りなんじゃないかな。核爆発のエネルギーでビームをばらまいていると思えば。やばい核なのかい？一気で艦隊壊滅させて帰還までできた GT-02 ってすごかったんやな。よくわからんが、なんかすごいんだろう GP-02 のやつ。何しろ撃った場所が爆発圏内だからな。冷却シールドで耐え抜いたのもすごいし、片腕しか壊れなかったのは驚愕に値する。一番盗まれちゃダメなやつ盗まれちゃったね。もっとやべえやつがいろいろあるせいで、いまいち宇宙世紀の核の凄さが伝わらない。ルーム戦役で撃ちまくってる程度の核ではあったんだろうが、南極条約以降は核の使用禁止になったと。核爆発の威力は大気や水蒸気が存在すると倍増する感じなので、宇宙空間で使用する場合は爆風や衝撃波対策は考慮しなくて大丈夫。火薬爆弾だって鉄の殻がないとあまり破壊力に結びつかないぞ。エネルギーを伝える工夫が必要なんだ。実は核兵器って軍艦の破壊に特段向いてない。昔軍艦数十隻集めて艦隊の中心に核爆弾落として実験したら、中型艦以上は概ね撃沈できんかった。無論実戦なら中の人間は死滅させられるだろうけど、ガンダムの宇宙艦が勃艦ドッカン試算するようなことならんぽい。核バズーカって核弾頭を打ち出してるんじゃないのか。アナザーとはええ種は吹っ切れすぎ。ネオジオンの核バズーカ MS、なんかロケランと大口径砲がごっちゃなってんのよね。ガンダムのバズーカはビームバズーカ2発想あたりが顕著。ドムのせいで日本人のバズーカ像を歪んでるが、基本的には単発にロケット弾発射するだけの簡易なランチャーだからな。宇宙だと爆発の余波で大量に撃沈とかはあまりできないよね。核分裂だと核融合でもあんまり違わないかな。まあお安く大威力が出せるけど。そういえば一年戦争だと南極条約があったけど、その後の戦役とかでは核の取り扱いとか決めてたのかな。シャーン時はバンバン撃ちまくってたけど。核用意したカムランはあの後どえらいことになってたよね。カムランはいつでも本気の艦だから。あくまで連邦政府及び連邦軍とジオンとの間に交わした条約で、ジオンが実質降伏して終戦協定が締結されたから白紙だろうな。ピターンズがジャブローで使ってたな。ゼータ時点でこれだからな。条約ないのになんでグリクスとかでバンバン使わなかったんだろう。やっぱ威力が思ったよりないから。 ADC 兵器はやっぱり倫理的にね。ドイツもビームあるのにわざわざ面倒な問題起こす核兵器持つ意味ないだろ。南極条約は連邦とジオンの間に交わされた条約だから、デラーズフリート以降には基本的に効力を持たないんだっけか。そうでも核使うってことは使われるってことでもあるから、基本的にどの陣営も積極的には使おうとしない。いやデラーズは使ったな。頭おかしいわ。連邦核もコロニー落としも事故です事故。それはともかく備えで一応ピターンズ作りますね。
無効になったからスターク・ジェガンで核兵器が復活した。ジオンの作った兵器とか作戦じゃアスタロスがぶっちぎりでふざけてるんだけどな。ぶっちぎりは殺した人数も桁違いのコロニー落としだろう。南極条約下にあるのに明らかに水爆使ったま。クベとかかなりイカれてる感じはするな。あれは南極条約を破棄しようという政治的思惑があるから。割と気軽に条約破ってる気がする。テキサスでも核地雷使ってるし。キシリアはこんなの抱えてて大丈夫か。マは配下だと真っ当な神経している方だぞ。キリングはキシリア様がいるからでコロニーを核攻撃しようとしたからな。いかなる犠牲を払ってでも勝て。ギレン信奉者じゃけ。グラナダ勤務な時点でギレン派の可能性は除外される。多分死ぬ直前のキシリアの直命。スパイみたいな役回りだったのかもしれん。ギレンの野望のカオスルートの音も。核ザク軍団と核インダム軍団の対決は見てみたい。この時代の核って純粋水爆とか作れてるのかな。核パルス推進用にバンバン作ってるんじゃ。核融合エンジンがあるくらいだから簡単だろ。適当にギレンの野望やってたらこれの開発イベント踏んでた。第二次ブリティッシュ作戦だったか。見たいでただのザクと勘違いして実戦投入してた。急に有効度下がりまくってて何事を。ってなった。契約とか気をつけてね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。